こんばんは。こんばんは、皆さん。はい。6時15分という絶妙なタイミングで始まりました。今日9月6日水曜日の乃木曜日を担当する中村玲奈です。こんにちは。今日は水曜日ですね。皆さんは何をしてましたか？もう学校とか大学生はまだ夏休みなんかな。もう皆さん学校とかいろいろ始まってるのかしら。こんばんは。めっちゃ寝た。 いいな。結局寝るのが一番幸せだよね。お、遊びに来たよ。ありがとうございます。まあ、お仕事の方多いですね。まあ、そうですよね。ありがとうございます。この時間に来ていただきまして。まあ今日もゆるっと30分よろしくお願いします。 はい。こんばんは。さあさあさあ、まあ始まってもうすぐなんですけど、 早速乃木曜日選手権の方やっていきたいと思います。今週の競技は吹き戻し対決です。もう吹き戻し、これですね。縁日とかでよくあるこのおもちゃを一番長い時間吹いていられた人が勝ちということで、3つともこれが戻ってきたら終わりなんですって。だから1個でも余ってたら、息が続く限りは吹き続けてればそれが時間になるという、はい、感じですね。まあこれちょっとなんか、たまに伸びないやつがあるっぽいので、一回試しに軽く吹いてみてからやります。あれ？青がいきませんね。あれ？ これこういう場合ってさ、どうしたらいいんだろう。あ、来ました来ました。OK です。ちなみにですけど、まあ、昨日ね、あやめちゃん、まあ、あやめちゃんしかまだやってないんですけど、あやめちゃんが6.97秒だったということで、私どうだろうな。でもこれってあれ、肺活量とかですもんね。 多分私は横笛を吹いていたので、7年ぐらい前に。 だからまあちょっとはその肺活量が残っているんじゃないかなというあれで、目指せ10秒。 短いかな。まあまあまあ、いきたいと思います。これストップウォッチはちょっとやっていただくので、私の合図で。いやー、緊張する。うわ、いきます。 せーの。7、7。わー、すげえ。 いきました、いきました。私の目標タイプ10秒77。すごーい。いや、結構しんどいなこれ。 でも体感20秒ぐらいいったんだけどな。 はい、ということで今日は10秒77でした。明日、明後日のメンバーさんが一体何秒になるのか楽しみですね。はい、ということで乃木曜日選手権は終わりです。 いやー、まあここからは雑談タイムといいますか、いろいろ話していきたいんですけど、ついね、1週間前くらいに真夏の全国ツアー2023の神宮公演が終わりまして、ね、それでツアー完走という感じだったんですけど、いやー、なんか今年のツアーは、なんだろう、なんか新しい
かったなっていう印象で、私的にはどれぐらいの方が、ここにいる皆さんはどれぐらいの方が見てくださったんだろう。なんかさ、あの、ま、神宮のオープニングとかちょっとまた違ったけど、地方公演のとかはさ、オープニングでこうみんなでバーって出てきて、あのメドレーみたいな感じで始まって、こうね、怒涛の一曲目というかね、だったりとか、あとまあ鬼滅曲を全員でやるとかもね、意外となかったんですよね、そのみんなでその鬼滅曲をやるみたいなタイミングって。だからすごいね、なんか新しいことをたくさんしたなっていうイメージでしたそうですね、シンクロニシティ、そう、私あの歌わせていただいてました。あのなんか、ね、最後はみんな出てきたんですけど、最初のフルサイズだったんですけど、2番サビまでは6人ぐらいでこうバトン、歌のリレーみたいな感じで歌い継ぎながらやっていたんですけど、そう、これもね2パターンかな、2チームいて、私こうがこうなんか最初に曲振りさせてもらうパターンと、久保がやるパターンとで2回あったんですけどね、それぞれのチームで全然やっぱりなんだろう、色というかね、全然違かったから、すごいいろんな解釈ができるなって、すごいね面白かったですね。ね、あ、そう、神宮雨降らなかったんですよね。そうなんですよ、なんかね、リハの時にちょっともうほんと3秒ぐらいで大雨になる瞬間とかがあったんですけど、本番は全然大丈夫でしたね。すごく、だからうん、いい感じにあの風も吹いてたんで涼しかったです。うん、そう、神宮は私そう4日間あったんですけど、4日間あるうちの3日間は前髪上げてました。あんまりさ、普段こう前髪上げないんですよ。いつもさ、こうやって何パッツンしてるか分け目作るぐらいなんですけど、神宮は本当に何だろう、もう汗もすごいいっぱいかくし、雨が降るかもしれないっていう心配もあったのではい、全部あげてましたね。でもそのこだわりというか、私の意地で絶対にこう髪の毛をアップスタイルでしないでやりたいっていう願望があったので、メイクさんに絶対下ろしたいんですっつって履けるたびにストレートアイロン裏でかけてもらったりして頑張ってましたそうですね、アップした方が涼しい、まあ、確かにね。でもさ、やっぱメンバーいっぱいいるから広いじゃないですか、神宮って。だからあれどこだってなるかなって思って、極力分かりやすいようにしたいなって言われでやったんですいやー、あとね、そうですね、お一人様天国のあのラストで花火上がったの見ました？神宮見てくださった方はね、分かると思うんですけど、あれさ、いつもこうやって手上げて、毎年手上げてるんですけど、私たちからは全く見えてなくて、1ミリも花火が見えなくて、音だけは聞こえてるんですけど、だからね、どんな感じに上がってんだろうなっていつも思いながら見てました。でもなんかすごい、あの何、イヤモンにしてても聞こえてくるあの花火の音と、結構アゲアゲな感じの曲だから、すごい本当なんか夏の終わりだみたいな耳で音から感じてましたねえ、今年はさ、ステージングが
本ステージからセンターステージがあってバックステージがあって、その一本線のこの縦の花道しかなかったから、あのサイドステージというか、いつもね上島あったんですけど今年はなかったんですけれども、あのトロッコとかフロートとかでね、たくさんこう近くに行けたので結構近かったですよね。私結構みんなさんの表情見えて、はい、どうだったかなすごく近くまで行けましたねはい、まあライブはやっぱりでも私地方公演だと名古屋のケータリングというかご飯がすごい好きで、なんか地方のそのなんだろう、あの何あるじゃないですか、特産品というかなんか名物みたいなあるんですけど、もうなんか名古屋はその名物とかももちろん美味しいんですけど、なんか冷やしトマトとか冷やしきゅうりみたいな、なんかめちゃくちゃ夏祭りとかでなんか食べたくなるようなものとかがたくさん置いてあって、スイカとかね、毎年去年もあったかな、だからすごい今年も楽しみにしてたんですけど、とっても美味しかったですはい、あ、そう、ピョリンさんめちゃくちゃいらっしゃいましたねすごい、でも人気ですぐなくなっちゃってましたはい、あ、そうだ、神宮サインボール投げたんですよ。そう、初めて投げましたサインボールを、多分なんかさ、何バズーカみたいなやつで中に入れて T シャツとかを打つやつはやったことあったんですけど、サインボールがさ初めて投げたんで意外と届かないなって結構感覚的にはすごい遠くまで飛ぶつもりとか飛ぶ予定だったんですけど全然飛ばなくて結局あのどなたが受け取っていただけたのかがちょっとねあんまり見つけられなかったんですけど、あのすごい落ちちゃったりとかしてあの拾ったよって方いたらぜひ報告してくださいいや2階席ね投げたかったんですけど、さすがに届かなかったですねちょっとあのね厳しかった、ちょっと野球の練習をしとくべきだったですねはい、そんな感じですね。すごく、まあ、今年の夏はあのあっという間だったなというか、まあ、振り返ってみるとすごくあっという間でしたねすごいあのみんなが楽しんでライブできてたのかなっていうのはすごくやりながら感じれていたのでね、またいつかライブできたらいいなって思いますはい、そんな感じですね、ツアーは。あとはまあそうですね、まあ、ツアーがそれこそ神宮終わってあの数日こうまとまったお休みをねいただいていたんですけど、夏休みみたいな感じで、それがさちょっと前から事前にこういつぐらいがお休みになるよっていうのが分かっていたので、てか教えていただいてたので、もう前々から終わってから何にしようっていうその楽しみを作っていたんですけど、まあそうですね、いろいろもう本当にアクティブに動きました私のあのトーク撮ってくださってる方は昨日送ったのでご存知かもしれないんですけど、本当に毎日2万歩近く歩くっていう本当にめちゃくちゃお出かけして、まあ、まず順を追って話しますと、まあ、初日は、まあ、さっきインスタの方にも投稿したんですけど、ちょっとね髪の毛も夏休み仕様のカラーにしまして、はい行って美容室に行って、でまあ、あとは地元の友達とかに久しぶりに会いましたね。
通になんか雑談したり近況報告会を友達としたり、あとはもうずっと見たかったミュージカルを、ムーランルージュという作品なんですけど、をやっと見に行けまして、もう本当に去年かな、去年なんかこの作品を日本で上映しますってこう発表された時からもう絶対行きたいってもうすっごいずっと言ってたので、もう念願かなってもうやっと見れて、本当にもう私はもう幸せで幸せでしょうがなかったですね。一人で舞台は見に行ったんですけど、もうなんか帝国劇場だったんですけど、もう何外観がまずもう本当にムーランルージュ仕様みたいな感じですごくて、中ももうなんか旗とかもすごかったし、劇場内もなんかもうなんかいろんな装飾品がもういろんな至る所についてて、なんかブロードウェイで私写真とかでしか見たことなかったんですけど、でその写真で見てたなんかサイドに置いてあるなんかセット像とか、なんか何あれはなんか観覧車じゃないんだけど、観覧車の内輪バージョンみたいなやつわかるあれなんて言うんだっけなあれとかが置いてあってすごかった。もう本当にもうなんか一人だったからさ、こう感動を分かち合える誰かがいるわけでもなく、もう一人で冷静を装ってすごいもう内心は本当にもうあちこちをこうやって見たいぐらいあ、そう風車だ観覧車の内輪バージョンでよく伝わったねありがとうございます。そう撮影タイム OK 時間みたいなのもあったんですけど、もう本当にみんななんか始まってからもさ、曲中にフーみたいな、客席がめちゃくちゃさ、なんかもう本当に海外にいるみたいな感覚になって、本当に一番もう幸福感を感じた瞬間2,3 時間だったんですけど見てたのは、でも本当になんかそこに一日旅をしていたような気分になって帰ってきました。すごい、私もね数ヶ月前まで帝劇はちょっとこう本番通わせてもらってたけど、全く別物でびっくりしました。本当にやっぱりね、なんか本当私は舞台見たりするのすごい好きなのでね、ちょっとこれからも見に行きたいですね、いろいろと。いや感動でそう涙止まらんでした。本当に最後の方とか歌が補充すぎて、もうなんか本当に耳が幸せでしたねもう多分喜んでました私の耳がはい、まあそんな感じでミュージカルを見たりね、まあ、あとリリアと山下と旅行に行ったりもしましたねそう旅行に行って、まあ、美味しいものをたくさん食べてお買い物したり、なんかねプリクラ撮ったりね本当に女子高生とかがやりそうな青春みたいなものをやりました。一面で行ってきました。もうずっと前から計画してたのでやっと念願かなってという感じでいろいろねお揃いのものたくさん買ったんですよはい、もうすごい楽しくて、あとは普通に中学の時のお友達と京都と大阪にもう旅行行って、そうめちゃくちゃ旅行行ったんですけど京都に行ったら絶対にいつも行く神社があるんですけど、なんかそこの神社に一昨年初めて行って、去年は一人で行って今年3回目だったんですけど、なんか朝というか午前中にこうお参りするのがその礼儀というか、なんかそのあれですよみたいな話を聞いたことがあったので、めちゃくちゃ朝早い新幹線に乗ってお礼参りというかありがとうございますということを伝えに行きまして、その後は
なんかいろんな土地を巡る予定だったんですけど、嵐山が本当にめちゃくちゃ良くて、本当大自然だったんですけど、すごい食べ歩きスポットとか美味しいご飯屋さんがいっぱいあって行きましたね。嵐山にほとんどいました、ずっと。 で友達と、なんか浴衣っていうか、なんだろう、あれ着物かな、なんか着れる、よくあるじゃないですか。私も多分一回インスタで企画で着てあげたことあるんですけど、あれを友達とやりたいってなって、暑い中2人でこう着て、髪の毛もセットしてもらって その京都の街を歩くっていう、もうザみたいな王道の旅をしましたね。あ、そう、着物レンタルみたいなやつですね。結構今すごいやってる方が多くて、自分で全部選べるんですよ。可愛いなんかレースの着物とかいっぱいあって楽しかったです。はい。次の日は大阪行って、遊園地というかテーマパークに行きました。 はい、めちゃくちゃ楽しみましたね。やっぱりなんか地元の友達とかは特に、私の、なんだろう、こう、もう乃木坂入る前からの友達とかなので、私のことをよく知ってくれてる方 だから結構こう何でも話せるというか、すごく何かがあったらすぐ気づいてくれるみたいな そう、もう本当に意思疎通がもうね、すごい素晴らしくできていて めちゃくちゃ楽しみましたね。そう、もう夏が終わってしまったという はい、これからね、もう多分あっという間なんで、夏のツアーが終わったらいつも年末が来るのがあっという間なのでね、ちょっとこれからね、年末にかけてまだまだ頑張っていきたいと思います。さあ、そんな感じで、そろそろですね、前回メンバーさんからの宿題をやりたいと思います。こちらです。3期生さんで8年目にやりたいことなどはありますか、というあやめちゃんからの宿題です。そっか、8年目、あ、確かにそうだ、2日前に8年目、そうですね。なんだろうな、8年目でもなんかここまで長くなってくると、なんかやっぱり家族よりもいる時間が長いから、なんだろう、なんかあえて新しくしたいことみたいなのがもう見つからないというか、結構もう本当に全て通ってきたと思う から、8年目なんだろうね、なんだと思います？あ、8周年か。なんだろう、なんだろう、なんでしょうね、なんだろう、みんなで曲作ってみる やったことないことって、でもさ、本当にそういうことになってきますよね。なんかだってさ、みんなでご飯とかはさ全然ね行くし、なんかじゃあ未知への開拓ということで みんなで曲を作ってみるという ことを、じゃあ目標にしてみたいと思います 確かに MV 込みで まあいつかできたらですね はい、そんな感じで、じゃあ次回メンバーさんへの宿題をやっていきますか。もう時間もそろそろなので、ということですね、明日の乃木曜日の担当メンバーさんに宿題を出したいと思うんですが、明日は、一ノ瀬美空ちゃんが担当します。さあ、美空ちゃんです、どうします宿題は。
皆さん何を聞きたいですか？みくちゃんに。何がいいかな。アイアの保護者。確かに、なんかその2人のペアすごいこのツアー中にめちゃくちゃ見た気がする。なんかもう表でも裏でもすごいビクちゃんがあやちゃんにずーっとくっついてたイメージ。 なんだろうね。じゃあ、このじゃあ夏休みエピソード、夏休みっていうか、なんだろう、じゃあまあ夏休みにちなんで1ヶ月休みをもらえたら何したいですかって聞いてみよう。 1ヶ月休みあったら何したいかな。ということで、 1ヶ月お休みするとしたら、いや1ヶ月お休みをもらえるとしたら何したいですか？ まあね、1ヶ月も休みあったら何でもできちゃいますからね。 私は1ヶ月休みもらったら何するかな。 なんか何でもできちゃいますね。朝活とかなんかでも無駄にそういう時に限って早起きしたくなっちゃうタイプなんですよ、私。普段早起き苦手なんですけど、お休みの日ってなるとやっぱ一日を長く感じたいから 早起きしたくなって、多分朝活とかカフェとか行っちゃうと思う、一人で。 はい、まあそんな感じで、あとまあもう少しで今日がじゃない、終わりますね、土曜日が。 急に。 あ、1万人ありがとうございます。さあ、今日は終わらないよ、確かに。もうちょっとありますね。 じゃあ、あとこの数分の間で皆さんの夜ご飯を教えてください。私の夜ご飯の参考にします。 あ、そう、髪の毛は昨日染め直しに行きまして、見事に元通りです。 いやー、おー、うどんです。ハヤシライス、ハンバーグ、とろろそば、冷やしトマト、いやー、そう、今ね、めちゃくちゃ冷やしトマト食べたいんですよね。さっき、トマトの話したから。 いいなー、カレー作った。いいね。カラコンはね、捨てないですよ。わー、全部美味しそう。 結局決められなかったので。 じゃあこの後ゆっくり考えたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、今日9月6日の、あ、9月6日ってあやちゃん、吉田屋のクリスティの誕生日ですわ。おめでとうございます。最後に。 あやちゃん会ってないんですけど、今日は
ね、届きますようにこの気持ちが。はい、はい、ということで改めまして、今日の乃木曜日は終わりです。次回の乃木曜日の配信時間は決まり次第こうショールームの、公式 X でお知らせしますそれでは今日の相手は中村アレノでした。バイバーイ。